アーチムハンマド・アミーン・アルフサイニーは、パレスチナのアラブ人で、反アラブ主義者。エルサレム大ムフティー、最高ムスリム評議会議長、全パレスチナ政府大統領、パレスチナ民族評議会議長。父のムハンマド・ターヒルフサイニー、兄のカーミルフサイニーも、エルサレムの大ムフティーであった。ハジ・アミン・アルフセイニーと表記されることもある。兄のカーミルフサイニー、 1921年以前、エルサレムの有力なメーカー、フサイニー家の出身。第一次世界大戦時は、オスマン帝国軍に入隊。戦後は、大シリア主義構想の熱烈な支持者となり、現在のシリアの地に建国された大シリアの王ファイサル一世の傍らで活躍した。しかし、サイクスピコ協定により、中東が英仏の委任党治下に置かれ、 パレスチナがイギリスの委任等治療になると濃度的生活を嫌いアラブ人地主の小作人が新しいユダヤ人の入植地に移住するということが起こり始めていたパレスチナのアラブ人は多くが非式字でわずかな情報にも先導されやすかったという1919年頃から反アラブ主義運動を展開大アラブ構想を練りアラビア語新聞に 数多く寄稿し、また、それをアラブ人の集まるカフェで読み上げさせた。1920年には、イスラーム教の祝日ネビムルサ祭に、祭りを祝おうとしていたエルサレム旧市街のユダヤ教徒を襲撃させ、4人を殺害、ダマスカスに逃亡、翌年の43人のユダヤ人虐殺事件を逃亡先から先導した。1921年、 アラブ人の関心を買おうとしたイギリス委任党治療、パレスチナ政府のユダヤ人高等弁務官、ハーバート・サミュエルによって恩赦を与えられ、死去した兄であるカーミル夫妻2位に代わりエルサレム、大、ムフティに任じられた。ムフティ選挙で最も支持を集めていたフサム、アッディーン・ジャーララーをサミュエル高等弁務官が説得する形での選出であった。また、 翌1922年には、サミュエル高等弁務官が設立していた、最高ムスリム評議会の議長にも選ばれた。1929年の嘆きの壁事件、ヘブロン事件、ツファット事件などのユダヤ人大量虐殺も、彼の同様の手口による扇動によるものだった。第5次アリアーに際し、シリアから暴力団を呼び寄せ、ヒトラー政権を逃れて、 パレスチナに入植したユダヤ人を狙うテロによってシオニズムに抵抗した。パレスチナアラブ人の大部分はユダヤ人との平和な生活を望んでいたにもかかわらず、暴力団によって反、フサイニー派のアラブ人を殺害し、フサイニー家のライバルのアラブ人136人を虐殺した。1936年にヤフファの9人のユダヤ人虐殺を先導し、さらに、 パレスチナ・アラブの大放棄を3年間にわたり指導。このため、エトー局により、米ルートへと追放され、そこからイラクへ移る。1941年に、イラクでのラシード・アリーガエラーニーによる親数軸国の繁栄クーデターが起きると、ラシード・アリーを指示、援助するが、イギリス軍が政権打倒のために、軍事介入したことで、身の危険を感じ、イランに亡命。しかし、 イランにも、英奏領軍が侵攻したことから、同国の日本大使館に逃げ込んで変装して、イタリアに亡命した。最終的にフサイニーは、ナチス政権下のドイツへ渡り、11月29日には、ヒトラーとも会見して、ヨーロッパからユダヤ人を、殲滅するよう要求した。ヒトラーからは、中東、北アフリカにおける、 ユダヤ人一層とアラブ民族主義勢力に対する支援の確約を得た。この会談の中で、夫妻にはこう語った。アラブ諸国はドイツが必ずや戦争に勝利すると確信している。アラブ人とドイツ人は共通の敵を持つ。すなわち、イギリス人、ユダヤ人、共産主義者である。従って、アラブ人とドイツ人は自然の友である。だから、アラブ人は、 ドイツの戦争遂行に心から協力したい。相当からアラブ人の統一と独立に希望を与えるような宣言を出してほしい。これに対してヒトラーの回答はこうだった。ドイツはユダヤ人に対する過酌なき戦いを遂行している。そのことは当然としてパレスチナにユダヤ人国家を作ることには大反対だ。この地位がユダヤ人によって 経済的に開発されたというのは嘘であり、アラブ人の力によってなされたものでしかない。やがて、ドイツ軍は、コーカサスから、南の出口へ進撃しよう。その時こそ、アラブ解放の時が来たと宣言を発しようし、不再任を、アラブ人最高のスポークスマンと認めたい。また、ベルリンからパレスチナに向けての、反ユダヤ主義宣伝放送を続け、 アドルフ・アイヒマン、親衛隊中佐やアロイス・ブルンナー、親衛隊隊員と共に、アウシュビッツ強制収容所の視察も行った。1942年には、ブルガリア政府に対して同国からパレスチナへと逃げる、ユダヤ難民をドイツ占領下のポーランドに送り返すよう抗議している。また、ボスニアのムスリムで編成された第 13SS、武装山岳士団の設立に関与。 この SS 山岳師団はバルカン半島におけるユダヤ人狩りを行っている。戦争末期にユダヤ人移送中止の動きがあると夫妻2位はこれに反対しユダヤ人移送を強行に主張し続けた。1945年バートガスタインでドイツ敗戦を迎えた。対独協力者として独国内で夫妻2位は イギリス軍に捕らえられ、地頭のユーゴスラビア政府は彼を戦争犯罪人に指定したが、翌年脱獄、回路に赴く。そこでアロイス・ブルンナーと再会したとも言われる。ニュルンベルク裁判に出廷することはなかった。ナーセルと並ぶ、夫妻に1 9 4 8年の第一次中東、戦争にアラブ諸国が敗北した後、 ガザに設置された全パレスチナ政府の大統領となったが4ヶ月で崩壊。レバノンに移りアラブ高等委員会の活動を再開した。1959年以降はベイルートに陰性した。デマと扇動による憎悪の歓喜やテロ問題などを引き起こしているが彼の行動はパレスチナアラブ人社会内部の問題、個人的な権力闘争の結果とも見ることができる。 イスラエルなどからは、ホロコーストは、フサイニーがヒトラーをそそのかしたあるいは、フサイニーは、ヒトラーの共犯者という主張が行われることがある。また、シオニストの一部には、パレスチナ難民の発生の責任を彼に期する見方を、する者も,もいる。1934年8月に、北田正元、アレキサンドリア総領事が、アミーンフサイニーと会見し、サウジアラビア王国及び、 イエメン王国との国交樹立に向けた交渉の仲介役を夫妻ニーに依頼し、1936年に夫妻ニーはサウジのアブドゥルアズイーズイブンサウード、イエメンのヤヒアー両国王の意向を日本側に伝えている。ありがとうございます。